トランペット奏者のマミヤンこと中尾マミです。本日のテーマはこちら、プラクティスミュート使用上の注意点を解説。皆さんは普段トランペットをどのような環境で練習していますか？音が出せる環境が身近にない方はプラクティスミュートを使って練習されている方も多いんじゃないでしょうか。プラクティスミュートでの練習は注意をしないと奏法を崩してしまう原因にもなりかねません。普段プラクティスミュートで練習することが多い、プラクティスミュートを使うと調子が悪くなる、そんな方はぜひ参考にしていただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。では早速始めていきましょう。まずプラクティスミュートは文字通りミュートです。演奏時に使うストレートミュートやカップミュートなどとは違い、どこでも練習ができるように消音効果を高めているミュートのことをプラクティスミュートと言います。これがあればあまり大きな音が出せない場所でもトランペットを演奏することができます。プラクティスミュートはベルの中に装着することで空気の出口を塞いで音を遮断しています。ということは普通に何もつけずに演奏している時と比べ空気抵抗が強くなり、結果体内の空気圧とのバランスが崩れてしまうんです。つまり普段と同じように演奏できないということなんです。またこの空気抵抗がくせ者で、抵抗が強いと楽器に息が入っていかないとか、唇が振動しない、そんな感じがして吹きすぎてしまうんです。そうすることで唇を開き、普段と同じような空気抵抗に修正しようとするんです。なのでこのような練習を続けていくと、唇を開いたり体に力を入れて楽器に息を無理やり押し込んでしまうような吹き方が身についてしまいます。普段唇を軽く閉じ合わせ、体をリラックスさせながら少ない息で唇を振動させるための練習をしているのにもかかわらず、これでは真逆ですよね。そりゃ調子だって崩れます。ではプラクティスミュートでの練習はしない方がいいのか、そんなことはありません。全く吹けないよりかは毎日少しでも楽器に触れられた方がいいですから、次はどんなことに気をつけて練習をすればいいのか解説していきましょう。プラクティスミュート使用上の注意点その1、なるべくシンプルな練習をする。先ほどもお話をした通り、プラクティスミュートを使うと普段と同じようには演奏できません。また音程もコントロールしにくいため、その点も考慮しながら使用する必要があります。とはいえ人間は聞こえたもの、感じたものに反射的に反応してしまうので、プラクティスミュートを使用しながら曲や難解なエチュードを演奏しようとすると、オープンの時と同じような音量、音程にしようと奏法をいじってしまうんです。ですのでなるべくシンプルな練習を選び、あくまでオープンで吹けない時の応急処置だと思って使用してください。プラクティスミュート使用上の注意点その2、長時間の使用を避ける。抵抗が強い分、どれだけリラックスをして吹こうとしても普段より疲れるのも早くなります。疲れてしまったらフォームを維持できなくなってしまいますから、奏法も崩れやすくなります。プラクティスミュートでの練習はなるべく5分から10分程度に抑えて、あとはマウスピースだけ練習するとか、ブレストレーニングをするなど別の練習方法を取り入れましょう。特に初心者や奏法がまだ安定していない方がプラクティスミュートを使用する際は、今お話ししたことをしっかりと意識してください。演奏に慣れている上級者でも使い方を間違えるとコンディションを崩す原因になりかねない代物です。以上のことをぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。さていろいろとお話をしてきましたが、今は一言にプラクティスミュートといっても様々な種類があります。どうしてもプラクティスミュートがないと練習できない環境の方は、ぜひ楽器屋さんに出向いて、なるべく抵抗が少なく音程が変わりにくいミュートを選んでください。最後に私がおすすめのプラクティスミュートをご紹介します。じゃーん、こちらユポンのプラクティスミュートです。ファイバー製の軽量ミュートで、なんとメイドインジャパンのハンドメイトミュートなんです。
消音効果はしっかりとしているのに抵抗感も少なくてまっすぐ演奏することができます。私自身は普段プラクティスミュートはほとんど使いませんが、本番の会場が音出しが全くできない会場だったり、家でふと思いついたアイデアを吹いてみたくなったりした時にはプラクティスミュートを使ったりします。今回はいろいろとお話をしましたが、何でも使い方によってはメリットとデメリットがあります。しっかり理解した上で使用すれば全く問題はありませんので、プラクティスミュートを使用される際はぜひ今回のお話を思い出してみてくださいね。さて、いかがでしたでしょうか。この動画良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。今回はプラクティスミュートについてのお話でしたが、楽器の上達のためにはやっぱりオープンで吹ける環境を作ることが必要不可欠です。最近はカラオケなどで楽器練習ができるところも増えましたし、格安のスタジオも多いです。私の生徒さんでは車の中で練習されている方もいらっしゃいました。何人か仲間を集めて場所を借りれば安くていい環境の中で練習もできます。それぞれね、皆さん理由はあるとは思いますが、できるだけオープンで演奏できる練習環境を整えていってください。オープンで吹けるってとっても気持ちいいですよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。